出かけするからちょっと待ってなさいよ、待ってなさいよ、5時間ぐらいしたら帰ってくるから待ってなさいよ。ちょちょちょ、いけないよ、待ってなさいよ。じゃあね。で走ってくるのはやっぱりしんどいね。よいしょ。さあ、ここにテントを設営していきたいと思います。おお、なかなか気持ちいい。晴れでもなし、曇りでもなし、なんかよくわからん天気ではありますけど、よし。それでは作業開始。作業開始。はい、テント完成。フライなし。フライ持ってきたけど暑いからもうフライなしでタープでいきます。はい、完成。いいやん、真ん中しっかりしてるよ。もうフライなし、それで十分。いいね、なかなかこじまりしてるね。ちっちゃいけどな、だいぶ小さいぞこれ。薄っ、細っ。
狭すぎて取れへん。もうこんなこんなこんな外からしか取れへんなこれな、まあ、とりあえずご飯炊いていきます。今日は美味しいよ。まあダイエットも今日は一日解禁日ということで、美味しいお肉を、霜降りの美味しいお肉を買ってきましたので、焼肉でもして食べたいと思います。ほい、ジュース飲むの何ヶ月ぶりやろ。もう何ヶ月ぶりに飲む。美味しそう。氷も入れたし。マジか。いやこれはうまいぞ。絶対うまいぞ。コーラなんて飲めんねや。めっちゃ嬉しい。なんせ狭いからな。一人で来るじゃないけど。じゃあコーラいただきます。うめえ。ああこの世の飲み物とは思われへんな。ウーロン茶しか飲んでなかったもん。うめえ。最高でございます。すんごいことになってるけど、こうやってやら取れんもんだって。腰痛え。限られたスペースでの料理って厳しいな。よいしょ。なかなかせせこまし。いやできんことはない。霜降り牛すげえ。うわすっげえ。おいしそう。おいしそう。さすが和牛。めっちゃ久しぶりやこんなん食うの。2ヶ月ぶりか。ちょうど2ヶ月ぶりぐらい。おおいい感じになってるやん。あ、おいしい。うん、おいいね。いいね、いいね。こんな脂身なんか食べることないもんね。たまりませんな。ええ音してるわ。うわーすげー。柔らけえ。おいしいな。めちゃめちゃおいしいわ。もっと食べれるかなと思ったけど入れへんもんな。
はい、もうそろそろ5時になるのでワンズも心配なのでそろそろ片付けて帰ろうかなと思います。さあ片付けるぞ。綺麗に片付けました。さあ、早く帰らんとワンコ待ってるからね。さあ、それでは帰りたいと思います。お疲れ様でした。よし、帰ろう。いい子にしてたかな。はい、ただいま。あーまあ、おおおお、はいはい、うわうわうわ、はいはい、ただいま、はいただいま、はいただいま、いや見えても、はいはい、分かった分かった、はい、分かった、ありがとう、はい、ご苦労さん、はい、ご苦労さん、はい、分かった分かった、はい、ご苦労さん、はい、はい、お疲れ様でした。